ここまでの精霊心のポイントについて、国会内から中継です、はい、安倍派幹部の口から踏み込んだ説明が行われるのか注目されましたが、肝心の場面で知らない、承知していないといった言葉が10回以上繰り返される場面もありました焦点の一つは、おととし4月に安倍元総理の指示でキックバックをやめる方針を決めた後 いつ誰の指示で方針を撤回したかですおととし8月まで事務総長を務めた西村氏は安倍元総理の死後当時の幹部で集まり撤回について協議したものの結論は出ずその後は閣内にいたなどとして確信に触れませんでした西村氏はキックバックをしない方針を徹底すればよかったと後悔をにじませましたが閣僚経験者の一人は 当事者としての責任が全く感じられないと厳しい見方を示しています午後には西村氏の後に事務総長を務めた高木前国対委員長が出席し再開の経緯がどこまで明らかになるかが焦点ですこうした中、来年度予算案をめぐっても激しい攻防が行われています立憲民主党は予算委員長の解任決議案を提出し、委員会がストップしています 予算の委員会の開会を職権で決定するという乱暴な手段に出てきていますから与党側は午後、解任決議案を否決した後、予算委員会を開き、今日中に衆議院を通過させる構えですが、野党側の抵抗で緊迫した状況が続いています。